皆さんこんにちは。あの Z 会の法理と申します。えっと本日はですね、手書きデジタルの今ということで、2023年度のサービスについてご説明をさせていただきたいと思います。はい。えっとまず簡単に自己紹介ですが、あの私はですね、Z 会に。 九9七7年に入社しまして、教材開発から新しい新規のサービスなどですね、そういったものの開発に携わらせていただいております。今回、ワコム様とですね s d ィテック様とさまざまなサービスの検討を今、進めておるところになります。 でですね、ちょっと Z 会についてあの簡単にですねあのご説明をさせていただきたいと思います。あのご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、Z 会という会社ですが、えっと実はあの創業の地はですねこちら新宿になります。で、えっと今本社はですねあの静岡県の三島市というところでえございます。で、えっとですねあの通信教育をですねあのベースに、え。ー 事業をですねな展開をしておりますが、えーとまあ、この中でですねあの実際に問題を自分で解いていろいろ調べて学んでいくというスタイルで、えー、こちらを不益という形で、えー、と進めております。はい、Z ですね、えー、実は創業ですね91年になりまして事業としても通信教育事業、まあ、教室事業とですねあの ご存知の方も多いと思うんですけど、速読英単語などですね、出版事業などもあります、あとは海外事業や、えー、学校向けの商材、えー、なども扱っております、あとアセスメント等も行っている感じになります。で近年のところでは、ですね、まあ、経済産業省の、えー、未来の教室などでも、s、えーまあ、スチーム教育やです、ね、個別最適化といったものをテーマに、えー、4年連続、ですね事、えー、業を採択をしております。 はいで、えー、通信教育のですね、まあ、教室事業も合わせたですね、大学の合格実績ですね、まあ、あの大学の合格を1つのゴールにしてあの学ばれている方も多い形になりますので、まあ、弊社の方のですねあの目標として、まあ、東大、京大といった難関大をご志望される方向けのサービスなどを展開をしております。 えっとまあ本題に入りたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ昨年度もですね、あのこの場であのご説明をしておるんですけども、まあ手書きデジタルの今といったところで、えー、現状ですね、学びの進化としてですね、まあ近年どのように変わっているのかといったところをまあ簡単にご説明をさせていただきます。まあまずですね、教室、まあ学校の授業というのはあの基本ですね、明治時代からあの平成という形で、あのまあ黒板を前にして学校の先生が いわゆるティーチングを行う、まあ、こういった事業のスタイルが主だったと思いますで、えー、令和に入りましてあのギガスクールの構想やです、ねまあ、このコロナ禍などで、まあ、オンラインでの指導だったりより個別の指導といったものが、えー、進化をしてきていると学び方のスタイルもどんどん変わってきているという状況ですで通信教育もです、ねえー、どあの紙を主体とした事、えー、業の方が、えー、中心でした。 一番上にあるのが90年代のですね紙の答案になります、続いて紙をスタイルとして平成のものになります、21年のこちらもワコム様と共同でタブレットを開発してリリースしましたが実際にタブレット上で手書きの答案を出していただくというようなサービスで進化をしております。 はい Z 階のサービスですね、やはり手で書いて、アウトプットをして、実践的に学んでいく、まあ、こういった学びといったものを提供しております。まあ、そのような中でも、あの書くというところ、非常にこだわって、ですねあのサービスのベースを作っております。まあ、そのような中で、新しい手段、手法を用いて、ですねより使いやすくといったところを元にサービスの方を進めております。 Z 買の問題ですね、えー、よくあの以前受講されていた方々からですねご意見いただくんですけども、あの難しすぎてなかなかできなかったと言われることがあります、まあ、会員の皆さんから昔、あの白い悪魔と呼ばれるようなこともありました、あの手がつかずにですね真っ白で出してしまうというようなところで、あの名称でつけられています。 で実際にですねただ、いたずらに難しい問題を実は出しているわけではなくて、あの出題の意図もあります、えー、きちっと調べて、えー、解いてほしいという思いで、えー、いろんな知識を使ったり、えー、複合的に思考するような問題を出しています。ですから、えー、出題する問題にもすごくこだわりもありますし、それに対するフィードバックである添削、まあ、どういったものを生徒さんに考えるだろう。 それをもとに、えー、添削指導というものをベースで作っておりますので、えー、そのこだわりというのがあのこの添削指導のです、ね、収出と呼ばれるところに表れています。でこれがですねあの我々なぜこだわっているかというとですねあの一つの答えをすぐ導くということではなくその間の過程に学びがあると考えております。でこれはですね、えーまあ、新しい未来を想像するときに こういった過程といったところをです、ね、大切にしてほしいという思いで、えーまあ、受験の問題ですがこういったところでいろいろ試行錯誤してもらうそういった問題を取材をしております。はいでえー、と具体的なサービスですね、えー、と2021年にワコム様との共同で専用タブレットを開発しまして こちらアプリケーションで、ウェブアプリでですね添削問題が出せる講座というのを2021年の3月にリリースさせていただきました、で昨年、こ、ま、と、あ、ですね、こちら中学生から続いて高校生、高校1年生、2年生のサービスの方に展開しまして、来年度、23年度は大学受験生向けのサービスも展開をさせていただきます。 でですねあのちょっと簡単にですねえまあ個別最適化されたまあ添削指導に向けてということでえとまずですねあのタブレット上であの答案を作成してですねえそれによってですね答案の返却日数というのが劇的にえ早くなりましただいたい答案提出後にですね1週間以上あの時間がかかっていたところがですねデジタル提出ができるようになって23日で帰るような形になっています。 で次のステップとしてですねただ早くなるだけではやはり会員の皆さんの学びにまだつながらないと,いうところがありますので次のステップとしてはプロセスの可視化といったところをですね本日ご紹介をしたいと思いますこれが実はまだあの入会案内書とパンフレットなどにですね記載していない機能になりますこの春23年の春に第一弾として今回ご紹介するサービスを 提供したいいと考えていますワコム様との、えー、共同の中で,です、ねえーまあ、我々、Z 会のノウハウ、まあ、指導のノウハウとワコムさんの技術を使って、まあ、何を書いたのかとどのように書いたのかこの2つの大きなテーマとして、えー、活動に取り組んでおります。はいで 具体的なサービスに入る前にです、ね、あのまずベースとなる、えー、と21年度22年度に、えー、とリリースした機能についてご紹介をさせていただきます、はいえー、大きなです、ね、学習の流れとしてはです、ね、特徴的な部分は要点学習と問題演習、添削指導と、えー、AI を使った演習という形になります、はいえー、と要点学習ですけども、えー、こちら オープンカリキュラムといったものを用意しておりますやはり学びとしてはですねあの途中で止まってほしくないやりたいところはどんどん先に進めたいし戻りたいところは戻りたい戻,戻すことができるというような形で学びの幅をこちらでカリキュラム上では用意しております。 はい、次、問題演習ですね。やはりあのタブレット上での演習になるとですね4択問題とかそういった e ラーニング系のコンテンツがやっぱりメインになってしまいますけどもそれだけではなくてですね出題の工夫はしておりますし添削問題特に書いて学ぶといったところには特にこだわってですねアウトプット重視の機能というのは実装しておりますはいでですねあの先ほどちょっとお話をしました添削指導ですね。 こちらはですね実際、ワコム様の技術を使うことによって劇的に答案返却が短くなりましたがそこにまだちょっと足りないところがございますので今回、新機能としてどのように書いたのかといったところにフォーカスして新機能をリリースさせていただきますはいとあと、個別許可 AI プログラムというですねいわゆるアダプティブ・ラーニングの要素を用いまして学習者のですね なかなか自分では発見しにくい弱点というものを AI の方で判定してそれのための補助的な教材というのを出していくそのような教材のプログラムを入れておりますはい続いてですね学習の補助として学習のコンテンツはまあいいよでも学習続けられなきゃ意味ないじゃんというところで学習のですね見える化としてですね学習時間 と学習内容といったものを見える化するような機能を今年の夏にです、ね、リリースしましてこちらも会員の皆様に公表いただいておりますでこちらもですねまだあのせっかく書くというところに我々こだわってますのでこちらをですねもっと体感していただきたい次の学びにつなげていただきたいという思いで新しい機能をですね準備をしております でですね、あのどのように書いたのかといったところで,です、ね、新機能23年の春にリリースするものがこちらのリピートヒートマップというものとインク量の可視化といったものになりますこちらの機能開発に向けてです、ね、学習の習慣化というのをです、ね、1つテーマにです、ね、使っていただいて学習してその成果を感じていただくそのことにより次の学びにつなげていくそのような形で書いて学ぶというところを 自走できるような形でサイクルを回していく、そのようなことをこだわっての機能となります。はい、リピートヒートトヒマップにについてのご説明になりますこちらで動画が流せればよかったんですけども、あの本日はですねちょっと1万円で申し訳ございません、あの実際にあちらのブースで、実際に今回デモ、デモという形で開発の環境をお持ちしておりますので、後ほど見ていただければなと思います。 はい、えー、添削等はですね実際にはわれわれのところにと届くのがですね最終アウトプットである1枚の絵という形になるんですけれども、えー、こちら、ですねあの実際の成果物に対する抽出の指導という形になって実は途中の過程が分からないというものがありますですので、はいえー、まず3日で帰ってくるんですけれどもやはり忘れてしまうというのがあります。そその忘れてしまった時に、えー、そこがですね あの学びにつなげるためにですねえ実際に答案書いた部分をえリピートしますとあと加えてですねあのちょっとヒートマップえ赤い部分がついていると思うんですけどここはあの実際に生徒さんが詰まったところとかえちょっと引っかかったところにえー表示をするようにしていますですのでその時の記憶を呼び戻してえまたその時に何を考えていたのかといったところをえ考えて次の学びにつなげていくそういうきっかけにしてほしいと。 考えております、はい、続いてです、ね、インク量の可視化です。えー、こちらです、ね、私、受験生時代にです、ね、あの書いたノート、えー、こちら写真に入れ込んでおるんですけども、実はこの開発の時のブレスットで,すで,です、ね、あの出てきたのがです、ね、ちょうど隣にパイロットさんのブースもあるんですけど、ボールペン書きながら、インクが減っていくというところが気持ちいいというところで。 こういった書いた量を分かるというのがすごくモチベーションになったというところが開発メンバーからも上がっています。で、実際私もそういった学びの体験をしております。で、こういったところが分かるように、せっかく書いたところにこだわった機能ですので、書いた長さが測れるような機能として、こちら旅をしながら実際に書いた量が分かる、そういった機能を23年にリリース。 を予定をしております。はい、えっ、ー、とこちらもですね、あのブースにありますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、えー、で続いてですね、あの未来に向けてというところなんですけども、えー、まず、まあ先ほどご紹介したのはどのように書いたのかといったところは、まず二十三年に第一弾をリリースさせていただきました。 もちろん第2弾、第3弾も何を書いたのかといったところは引き続き検討はしていきたいと思うんですが、続いては何を書いたのかといったところもです、ね、いろいろ次はこの領域にも考えていきたいと思っております。でこちらはです、ね、何を書いたのかというのは、まさに学んだこと、学びとは何かといったところにです、ね、深く追求して入っていかなければいけないと思っております。で我々のののチームの方で今考えているは、は。学びとは 中高、まあ、小学校から学びというのは続いていると思うんですけど、学び方はどんどん変わってます。これは学び方を学びながら成長していく、これが本当の学習という学習瞬間をつけるというところになりますので、学び方を学ぶというとこも一つテーマに、我々のチームというのは考えております。まあ、新たな発見、気づきをです、ね、得ながら次の学びをサイクルを回していく、そのような機能をですね。 え順次考えていきたいと思っております。はいえー、ま Z 階ですね、まあ、過去、現在というのは、過去の利益をもとにまあどういったことを学んでいるか、で次の段階では目標を見据えてどのように学ぶのか、まあ、今まで知識があれば解けたような問題も、いろんな知識を使わないといけない、新たな全く違う知識をつながらなきゃいけない、まあ、そういったときの有機的なつながりを学んでいく、それによって新しい学びを。 加速させていくそのような取り組みをしていきたいと考えております。はい、ゼト会の理念ですね。まあ、最高の教育で未来を開くということで、毎年一つずつ一歩ずつですが、あのサービスの方は改良していきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。